滅びるがいい。愛と共に。目の前に現れたフードの占い師は帝国の滅亡を予言した。聖帝サウザーへの死の使者は北斗神拳伝承者ケンシロウ。北斗の事件、時もまたサウザーの体の謎を解いていて、破滅の宿命からは逃れられぬという。今や剣王ラオウと互角以上の力を手に入れた帝王が、かつて小僧と呼んだ男の前に崩れ去る。断じて認める。サウザーは力によって己の宿命をねじ伏せようとする。軍を発したその先には謎を知る者、時障壁あらば砕くのみ、反逆あらば粛清するのみ。それが天を支配する法王のあり方。帝王の資格を潰させてもらおう。サウザー、何故大軍を動かす。第一話、方針の始まり。
帝王に愛などいらぬ。歯向かう者には死あるのみ。時を探し出せ。帝王の謎を知る者を生かしてはおかぬ。剣王の出所、奴らの狙いは時か。剣王もやがて我らの障害となろう。ここで時ともども抹殺する。天皇、その闘気を味わうがよい。天皇様の命により時を保護する。サウザー、貴様に時は渡さん。剣王、時と何かを企らんのか。だが時を殺せ、その目論を消滅しよう。極星十字剣。別動隊に任せよう。別の入り口から侵入するつもりか。
どこだ？トキ様はいないぞ。帰れ、あの子供め。あの時のことだ。闇戸を締め上げれば捕らえきれないだろう。なんたる非道。控えぬか。許せない。ゲロ。弱者の遠吠えなど聞こえぬ。貴様らに用はない。処分してやる。天正軍政客。聖帝に逆らった者の運命。知っていようななんという強さだ あんな化け物を初めて見たわ。ここで俺に倒されるようなやつは意外にも不要。時一人のために裏を滅ぼすか。これが聖帝のやり方か。さまざまなんてむごいこと。これ以上やってられねえ。情けは一切かけぬ。
貴様は死ね。諦めるな。俺たちも戦うぞ。確かめてみるか、剣士としての私の技を。私はここだ。これ以上の暴虐は許さぬ。
前の体の謎は知っている。勝機はある。我が帝王の体の謎と共に果てよ。トキ、聖帝に逆らった者の運命知っていようだ。貴様は我らの救世主だ。みんな、貴様を守るぞ。なんと氷山湖。まだ生きている。確かにお前は強い。だが非情なだけでは天は掴めぬ。全てが違う。サウザーは奇跡の村を壊滅させた。ただ一人の男、トキを始末するためだけに。破壊された村には人々の悲鳴や嘆きがいつまでも響いた。あまりにも凄惨、
あまりにも苛烈。そんなサウザーを恐れ脱落する聖帝軍の兵士も数多くいた。だがサウザーは平然としていた。民が泣こうが兵が恐れようが帝王は滅びぬ。サウザーはすでに次の目標に向かっていた。なんとの同盟秦を招き、失った兵力を取り戻すとすぐさま進軍を開始する。泣きわめく者、恐れる者は置いていくのみ。兵が足らねば他の兵を圧するのみ。聖帝の行く道は聖帝しか進めぬ。非常を貫いた先に何を見ている？貴様が見えぬものだ。第二は非常の帝王。帝王に愛などいらぬ。歯向かう者には死あるのみ。シン、お前の力が見たい。この程度の野党ならば訳もあるまい。フン、サウザー、この非常すぎる己を帝王と信じるがゆえの振る舞いか。ハート、真に手助けは不要だ。お前は俺と来るがいい。ふん、奴が非常に徹するというならば俺にはむしろ好都合だ。恐怖で支配された者たちは簡単に転ぶ。俺の力を増大させるにはいい機会だ。ゲロ。何人束になろうとこの俺を倒すことは不可能だ。神様はあの大軍を一人で、まるで鬼人だぜ。帝
恐れぬ野党どもは残らず始末しろ。反逆を目論む者たちへの見せしめだ。よかろう。何が制定だ。俺たちを敵に回して生きて帰れると思うか。ヒードの騎馬一二大組織が手を組んだ今、俺たちにかなう者などこの世にはいねえ。控えぬか、ゲロ。控えぬか、ゲロ。この村を今日より聖帝軍の支配下に置く。野党でも民でも抵抗する者は例外なく殺せ。極星十字剣。乱世は収束する。だがあの非常策は騎馬の親父よ、貴様の策が当たったようだな。わしは頭がいいからな。
うろたえるな。聖帝軍に敗北はない。敵に背を向ける者はこの場で殺す。戦います。俺はアリの反逆も許さぬ。なんとの頂点に君臨するだけのことはある。マシードに逆らうとはどこの組織だ。カーター、何を手間取っている。野党を殺す。俺に殺されるか。申し訳ない。すぐに始末する。この体、そう簡単には破れませんよ。私の肉が。控えぬか、ゲロ。俺の謎の前に倒れるがいい。泣き叫ぼうとも情けはかけぬ。貴様らの動きなど止まって見えるわ。すさまじい。私の体も十字に引き裂かれそうです。いや、
死神か。聞け、この獲物は俺が仕留める。欲望の限りを尽くしてくれるわ。生きる資格はない。あの男の非情さは民を苦しめるだけでなく、いずれあの男を自滅に追い込むだろう。しかしあの力、乱世の光となるやもしれん。私はあの男のそばにいてやらねばなるまい。
バ一族の組織力を甘く見るなよ。長生きできねえ。シーズマ、俺たちはあんたの軍に加えてくれ。拒みはすぐついてくるがいい。シン、己の力を誇示して兵を取り込んだか。シンもいずれ始末せねばならんか。全てが違う。
聖帝軍と剣王軍、用を二分する勢力同士の争いは日に日に激しさを増していた。先の戦で真の予期せぬ行動にあったサウザーだが、新たに死を得たことでその力を増大させた。さらに妖精のユダが犠牲のレイとマミオを連れてサウザーの傘下に入る。ラオウに対する駒は着々と揃いつつあった。そんな中、ユダは聖帝軍の一角が剣王軍につこうとしていると密告する。サウザーは自分を切り崩そうとしている剣王軍を圧倒的な力で叩き潰すべく軍を発した。裏切り者も裏切りを手引きする者もまとめて粉砕せねばならぬ。不満不平などはするのみ。非情なだけでは世は収まらぬぞ、サウザー。第三話、人生は光を残す。帝王に愛などいらぬ。歯向かう者には死あるのみ。剣王軍の指揮を取っているのはラオウの犬アミバか。雑魚どもを皆殺しにしてあぶり出せ。聖帝軍とは関係ない。見逃してくれ。いや、いい声だ。いい気分だ。生贄どもの悲鳴は実に心地よい。民の命は私が守る。戦線を離れるぞ、サウザー。人生の血が騒いだ、シュー。勝手にするのよ。ここで私が死んでも、なんとの光は絶えぬ。誰かがその光を受け継ぐだろう。誰かが受け継ぐだろう。死しても残る思いはある。そしてその思いは人の心に引き継がれる。他人の心配先輩向け。その首もらった。
油断した。サウザー、民よ、子供、バカなやつ、控えめ。のため命を捨てるなど愚行の極み。
謀なる勇気だけは褒めてやろう。死んで他の者に希望を託すとは、死ぬ負け犬そのものよ。貴様、魂に託されたこの剣を受けても同じことが言えるか。サウザーがあんなに感情があるわ。控えぬか。なんと剣の剣は思想で伝承者を倒すことで新たな伝承者を生まれた。サウザー、結果的に死を殺してしまった。それから奴は愛を捨てた。設定サウザー、なんて悲しい人だ。非常の裏にそういうことが。
小生の神髄か。あの時我らが束になってもかなわぬか。支えるのは情ではない、血の粛清だ。聖帝軍を瓦解させてやったわ。もう一度言う、俺は天才だ。あっ！
だ。こっからが本番よ。真剣貴様で試させてもらうぞ。帝軍は揺るがぬ。力こそがこの世を支配しうるのだ。俺は帝王、貴様らとは全てが違う。
己の思惑によって動く衛星たちを牽制するため、サウザーはナントの地母星としてマビアを迎えた。求心力を再び得たサウザーは、聖帝軍の名をナント軍と改める。そしてサウザーは世に高らかに宣言する。ナントを正統血統の地母星と、この聖帝がいるナント軍こそ、乱世を治めるのにふさわしい。それは北斗勢との全面戦争の号令でもあった。決戦の機運が高まる中、サウザーの脳裏に衆の死に様がよぎる。なぜ衆は死んだ？なぜ死は死んだ？なぜ人は悲しみしか残らぬ行いを繰り返す？サウザーは首を振り、前方の大軍を睨む。敵はラオウ、そして北斗の兄弟。心に迷いがあっては勝てぬ。なんとの先人の悲願を達成する機を逃してはならない。なんとの先人たちに誓おう。ここに北斗の兄弟を抹殺せんと。おごるなサウザー、この勝負すでに見えておるわ。第4話、天をつかむ小生。聖帝サウザーに逆らった者には報復すら許さん。なんと最後の将も俺の手に落ちた。あとは北斗を滅ぼすのみ。シュウさんの村の子供たちを助けてくれたそうね。ありがとう。僕の影に怯えてきたナントの先人たち、今日終わる。僕が耐えた時、乱世も終わる。だが再びランダを切ればどうする。何度でも潰すまでだ、シン。また帝王の支配を支える。それが小生の宿命なのか。おかしい方針。愛などいらぬ。孤独のみだ。帝王
愛などいらぬ。帝王の世は粛清によってのみ成り立つ。サウザーの歩む道は冷たく孤独な帝王の道だが、それは真の望みではないはずだ。策略など無用だ。俺の他は全てゲローよ。ゲロ出過ぎた真似をいたします。俺はお前とは戦い
ばならん。ケンシロウは俺に任せる。ヤツとは決着をつけねばならん。叫ぼうとも情けはかけぬぞ。無理だな、ケンシロウ。ここで決着をつけてやる。極星十字剣。いいだろう。来い。バカな。北斗神拳か。倒す。
頂点に君臨するだけのことはある。危険な剣だ。私が止めねばならぬ。貴様を土台に我が権力は盤石となるのだ。確かめてみるか、剣士としての私の技を。私は愛を掲げて戦おう。生きている。
を待っていた。行くぞ。ゲロウ、失せるがいい。愛などいらぬ。勢いが戻った。そのまま掴め。愛などいらぬぞ。
け続けてきた男に勝機はないわ。貴様にも非常性が見えていたようだな。だが貴様の剣ではこの聖帝を倒せない。お待ちで、北斗神拳は終焉を迎えるのだ。衆の裏の子らに情けをかけたと愛を捨てきれぬからに負けるはずもないわ。違う、愛なのはどうに捨てたわ。ただ一つ、俺は帝王、貴様らとは全てが違う。マミヤはサウザーの圧政を止めるため反旗を翻した。
ユダも間宮の人望を利用し己の野望を果たすため願えた。それだけではない。犠牲のレイも純正のシンも調整に逆らう選択をした。聖帝のもと、ナントのもと、世は収まろうとしていた。それを覆すこの愚かなる振る舞い、その根源とは何だ。愛か、悲しみか、死者から託された思いか。ならば愛も悲しみも思いも打ち砕くのみ。俺は決して叱ぬ、媚びぬ、帰り見ぬ。孤高の帝王サウザー、非常の小生サウザー、いかなる状況にあろうとも彼に交代はない。私は皆の愛のために戦う。ならば滅びるがいい。愛と共に。最終は愛深きゆえに戦う。帝王に愛などいらぬ。歯向かう者には死あるのみ。ユダが裏切ったか。妖精のサガよ、よかろう。貴様の無残な死が小生を輝かす。違うな。妖精は小生をも落とす知恵を落とし、見よ、現に貴様はおびき寄せられた。行くぞ、シャミムに突き進め。執念見定めてやろう。
力では手に入らないものがある。富も権力も愛の墓標に過ぎぬのだ。ならばその墓標の上に一人君臨するまで。それが一子相伝の大王権伝承者の道。極性十字剣。貴様の執念を見た。その神髄を貴様にも教えてやろう。サウザー、貴様には分かっているはずだ。人のぬくもりを、愛の尊さを。俺はぬくもりを殺し、小生の宿命を託された。その帝王の定めこそ唯一尊いものよ。
俺で敵を殺しちゃえ。しかねえ、何を裏切っちまった。この借りは必ず返す。愛などいらさないで。サウザーの時代も終わりだ。もう付き合ってられねえ。我が知略は無欠。小生落ちよ。控えさて、ゲロ戦場を血に染めてやろう。このユダより美しく輝くことは神が許さぬ。力に怯えた敗者、そして力で支配した世界は愚く崩れ、そう貴様のテントはエスカルト。俺が代わりに作ろう真のナットの天下をな。半端な男、帝王のピエロに過ぎぬわ。貴様らの動きなど止まって見えるわ。強い。一体何者なの？サウザーは私が止める。
もう戦いをおやめください。聖帝様、まさか貴様らまでも偽りの自己正義。人は愛に惑わされて過ちを犯す。おい！
私には皆の命を守る義務が。やはり愛など無力、愛など不要。帝王の前に朽ちろ、偽善者よ。そうはさせん。貴様の相手は俺たちだ。まだよ、まだ私は死ねない。純正愛のために戦い続ける。マニアを守るため、俺はたとえシスとも戦う。うわあ、なぜだ、なぜ戦える。貴様らの体はすでに砕けているはず。苦戦しているようだな、サウザー。これが力と恐怖の支配の行き着く先だ。地獄から俺を笑いに来たか。俺の民と子供たちをお前は守ってくれた。その借りを返しに来ただけだ。サウザー、この戦いに勝ち、共に笑おう。愛などいらをかける。なぜ俺と共に戦う。なんと氷山湖。お前を支える光になりたくてな。光集まれば小生はあまねく世を照らす。この不死身の肉体に敗北はありえぬ。さすがは小生、見事だ。すさまじい闘技だ。俺が倒す。聖帝に逆らった者の運命、知っていような。愛などいらぬ。愛などいらぬ。
愛を理解しようとせぬ貴様には負けん。貴様には俺の体は砕けても俺の心は砕けぬ。執念を見た。立ち上がる。マミヤのために。
私の剣法からどこまで逃げ延びられるかな。しました。何が貴様らをここまで。大切な人を助けたいという人々の心、愛の力よ。あなたも戦いの中で愛を示した。だからこそあなたは勝つことができた。バカな、俺は愛など捨てた。じゃあ、あれは何？望む望まないにかかわらず、人は常に愛に守られている。愛を捨てることなんてできない。この十字領は乱世の墓となったな。さあ、手ぐらい振ったらどうだ。
聖帝様、シュエ率いるレジスタンスが動き出しました。はっ。この世に極星はただ一つ、極星は他の星とは相入れぬ。ならば愛も思いも捨て、反逆者を消滅するのみ。